FC まわりのもじゃもじゃ家内のわちゃわちゃレイディオ始まりました。この番組は FC まわりスタッフの家内良一がパーソナリティを務め、FC まわりに関する情報を中心にさまざまな角度からお送りするわちゃわちゃな番組になっております。イェイイェイってやってるけど、前回は、えー、スペシャルゲストとして今治夢スポーツ代表取締役社長矢野さんに出ていただきました。 矢野さんに5つの質問ということで会社としての満足度トップチームの満足度社長個人としての1年間の満足度そしてかなりの満足度家族サービスできたかっていう満足度について答えいただいてそれを深掘っていきましたいろいろ話盛り上がりましたので前回の放送聞かれてない方はラジコでも聞けたりしますのでぜひご視聴くださいさて今回も ゲストをお招きしてわちゃわちゃ進めていきます。これは年始一発目、2024年一発目になっております。月の一週目は FC 周りバックスタッフの方に、えー、お越しいただいての情報をお届けしていきます。本日のゲスト、これが元 FC 周りバックスタッフ広報の担当しておりました、上野潤太さん、お願いします。 こんにちはいやいやテンション、やっぱどうも。俺、今回新年一発ということで、皆さん明けましておめでとうございます。えー、今年もよろしくお願いしますということで、まず僕の方から簡単に潤太君の、淳太くんのんで上野淳太やかっていうところを話したいと思います。上野さんは2017年の、えー、4月 に入社されて、2023年の3月まで、うん、えシーマウりのスタッフとして働いてくれてました。まあ、そこから、まあ、ちょっとクラブのことめっちゃ、ちょっと嫌で、もうちょっと嫌でやめて、ちょい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 、まだまだ,まだ喋っていけませんね。まだまだ,まだえと、まあ、退職されて、今、あの別のお仕事をされています。これ、なんで一発目、潤沢に上野さんに出ていただくかっていうのは、この南海放送さんの,このラジオを 2023年4月から、えー、僕は担当させてもらって、今、えー、もじゃもじゃかなりのわちゃわちゃラジオね、やらせてもらってますが、それの生みの親が上野さんということで、今回は、えー、上野さんに出ていただきました。上野さん、改めましてよろしくお願いします。そして、自己紹介も出ますみません。改めてですが、お願いします。新年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。上野淳太と申します。はい。 今治時代は、まあ、今、金井さんに紹介していただいた、えー、所属となりますけれども、現在はですね、桐員横浜大学という神奈川県にある大学で教員をさせていただいております。うん、ちょっとサッカーとは無縁の仕事をしています,いますけれども、実は大学の広報を少しお手伝いさせてもらったりとか、サッカー部のお手伝いをさせてもらったりとか、やっぱりサッカーが大好きなんで、うん、引き続き同じような仕事もしており、うん、いたりもします。 これほんまあの今まずあの先生としてどんなことしているかっていうのも聞きたいけどもそのサッカー部のお手伝いっていうところで、まあ、2023年ね東京横浜大学プロサッカー選手生まれた時のいろんな広報周りの準備の,の、まあ、SNS 含めて多分いろいろ発信されてますがそれは上野さんも手伝いやられたことと虫、えー、回りの 選手として在籍していた橋本英夫さんね、えー、元と吉守選手、まあ、ガンバ大阪がまあ一番長かったんですけど、その引退時代の候補を上野さんが担ったりとか、めっちゃサッカー好きやん。いや,まあ、やっぱサッカーはバカですからね、本当に、やっぱサッカーはもう最高なものですから。<laughs> まあね、え、今、遠い横浜大学で何教えてるんですか あのちょっと恐れ多いんですけど、マーケティングという,こう学分野であの教えさせていただいております、教鞭を正してめっちゃかっこいい、まあ、今治の時もね、そういうマーケティングの視点とか広報の視点で、結構いろいろずばずばずばってこう会社にもいろんなことを刺激、指摘というかやっていただいて、えー、それをやりすぎたことによって、えー、執行役員にはなれなくてもう退社したという理解でやってます 今のはピーってちゃんと入れておいてくださいね。<laughs> い<や>事実かどうかは知りませんけれども、<laughs> はい、ピーって言ってくださいね。いや、事実、まあ事実でしょう。やっぱりね、外に出ると、もっともっとやり,、うん、やりたくなること多いですよね。なるほどね。やっぱ中にいると、中で頑張って意見を出してましたけど、外に出ると出,る出たら、いや、こんな今治っていいことあったのにとか、うん、この裏側で、多分金井さん、こんな苦労してるんだろうなとか。 執行役員の青木さんがど、どんだけ苦労して、こういうイベントを企画してるんだろうなとか。そういうのがよくイメージできるので、もっとそういう裏側出せばいいのになって。<ー>今の広報を担当している本田さんとかにはよく思います。<laughs> そうね、もっと、だから、クラブの裏側をいろいろ、こう、な、発信した方がいいってことね。やっぱ今治は、そういうチームだと思うんですよね。なるほど。まあ、今は、やっぱり、違うかもしれませんけれども。<laughs> いや、わからない。 やっぱりそうやっていろんな人の苦労があってああやって、うん、素晴らしいあのイベントだったりとかやられてると思いますので、うん、まあそういったところをもっともっと出したらすごくまあファンの皆さんも喜んでもらえるんじゃないかなとやっぱ外に出たら余計思うと思いますね。ねえ今治にいて楽しかったこと良かったことそしてなんか今治離れてみてなんか気づくことみたいなあります やっぱね、あの、今、三つある質問もらいましたけど、たくさんありすぎて、ちょっと言えませんけど、<laughs> うん、あの、やっぱり今伝えたように、なんか岡田さんのすごい無茶ぶりに対して、みんなが必死で答えて、実現しているものがたくさん毎日あると思うんですよ。で、それに対して、ほんの一部しかやっぱ、外に出ると見えてこないというか、はい,はいはいはい。これやりましたよ、みたいな。 それはそれで素晴らしいと思うんですけど、その背景にはめちゃくちゃいろんな葛藤があって、スラックも、えー、65日、24時間、ああ、それは言っちゃいけないかもしれませんけど、動いてたりとかして、出てるわけですよ。うん、でも、多分みんなそこまで知らなくて、わあ、すごいとかだけなんですよね。うん、そういったところをやっぱり出す苦労もあったし、出せなかったこともよくわかるし。 あのもっと出せたらよかったなと思うこともあるし、今だったらもっともっと出した方がいいんじゃないかなと思ったりもしますね。なんかあれやんね、純太くんも何をどのタイミングでどんなふうに発信していくかまあまあ形作ってたやんか。多分今まで多分、純太くんが来る前とかは、もうとりあえず何でも出しとけみたいな。でもなんか純太くんは、こ,この、まあ例えばイン、例えばインスタグラムとか、まあ、X とか Facebook って、この、この、 例えばインスタグラムだったら、こういう層にこれを、こういう層はこっち、X はこっちみたいなのを、こう、すみ分けを結構したのはあ、なんか記憶してんねんけど、それもあるけど、もっと走るけどや,っやっぱりそう,そ,うそ,うそうだと思うし、出せる手段が限られてるじゃないですか。こう、うん、インスタだったら写真とか、うん、X だったら文字数とか、うん、そういうもので伝えられる表現って限られてると思うんですけど、うん 多分、どの媒体においても、きっと伝えられることって一、もう一つで、やっぱり企業理念に基づいて、物の豊かさや心の豊かさを届けられることを、やっぱしていくのが候補の仕事かなと思って、仕事をしてきたし、まあ、そういうことを伝えられるのがいいんじゃないかなと、今になって改めて思いますね。もう、学校の先生みたいな話し方してるやん、ほんま。やっぱね、染まっちゃうよね。<laughs> え今はそのマーケティングの、えーまあ、授業をもう毎日こう生徒にこう伝えてるってことだそうそうそう、あのー、今はまさに企業がどういうマーケティングをして、まあ、皆さんに商品を届けたいとか、うん、いうことをまあメインに伝えていて、まさに今回もです、ね、あのラジオに出演させていただくということを受けて、ですね事前調査するわけですよなるほど。 最近、金井さんはしっかり仕事頑張ってんのかなう, <laughs> うん。全員一つ、<laughs> なんか最近体壊したらしいじゃないですか。あのえなんかあのー、毎日、あ、皆さん、視聴者の皆さんあの、金井さんはですね、毎日のようにジムとあの <laughs> ピッチを走り回ってですね、筋トレしてるんですよね。最近全然やれてないけどな。もう一ヶ月やってないですよ、俺も。でも毎日やってない。え、もうやってないんだ。 純太君がいた2023年、2年から3年かけては、ほんま朝、もうどんな遅く帰っても、遅かったったしても、寝るのが遅かったしてもし、朝もう6時半とかで、ね、夢 s と走ったりしてたけど、もう全くしてない、もうこの1か月もしてない、俺。あだからですね、そんなことしてるからですよ、わあの災いが起きてですね、皆さん、あの多分ここを見てる視聴者の方は、遮音会にも出られてるかと思うんですよ。うん いの時のかなえさん注目ししてもらいましたいやどこかっこよかったやろ。スーツ着てるのに足元何やったと思いますまあスニーカー履いてましたけどね。それなんでですかまあスニーカーかっこよかったから履いてんねんけど、まずね、革靴入らなかったんですよ、俺。それなんでですかねほんま情けなすぎてこんなことこで言えるもんじゃないけど、足の、足の甲をちょっとなんか捻挫してもうて。多分ね、あれ、あの、 折れてるわパパンパンどこで怪我したんですかそんなん普ないでしょスタッフはだからえっとうちの FC 周りの選手が指導者ライセンスを取るのに、まあ、勉強会や資格を取る講習会があってそれに人が足りないから、まあ、ちょっとなんか人手を探していたところに、まあ、1時間時間取れ,取れるから行ったら もうほんま情けないわ、ほんま。あんな怪我しようね。終わりました、終了。年末のお忙しいとこ一 1, 1> <laughs> 時間も仕事わざわざ休んで行って、怪我して帰ってきて、足パンパン。これが金井さんですよ。<laughs> 翌日から俺、東京出張行ってるからね。あの飛行機よったら余計パンパンになるやつ。<laughs> まあ、まあ、それをよう知ってるな、まあ、それはもうほんま、うちのスタッフでも言ってないもん、ほんまもう、ちょっと情けなすぎて。 どんな情報でも広報なんで入ってきますわ。事前準備という意味ではもう、ほんま、準備したもうがそれかという話やけど、<laughs> ほんま。もう一つお伝えしますよ、じゃあ。あのうん、これ、せっかく、この番組を立ち上げたという話であの、送っていただいたんでね、はいはい、この番組はどういう反響があるか、うん、ちゃんと聞いてきました。え,え、マジそをちょっと<は>あの情報源は言えませんけれども、 聞いてきました。どういう反響があるのか。はい,はいはいはい。知ってますかに教えて。同じ時間帯で、某チームも人もやってるんですよ、うん、このラジオ。ええー、はい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 。ほとんど同じ時間で。しかも、はい、まあ、やっぱ名前の格、あとクラブの格が違うのかはわかりませんけれども、うん、半端ない差で待ってるらしいです。<laughs> 言わんといてや、まあまあ、これは現実やからなそう視,聴視聴数的な,なんかこう数字みたいなのがあるらしいんですよ。出せるんですか、それって。なんかそういう,なんかこうお客さんから聞いたりとかして、いろいろ評判が出てきてるらしいんですよ、数字としてね。聞いたところ、まあ、いろんな人に聞いたところ、どうやっら掛け合わせると、金井さんの倍以上は某チームの。 が多いいらしいですわ局は違うってことだよな。情報源は明かせませんけれども、まあ、そ,そういうことですね。あ、そういうことね。なるほどね。はい、じゃあ、何回放送さんが悪いんか。<laughs> えっと、僕は黙りますけれども、やっぱり、ちょっと頑張ろうか。話,話術がそういうことですね。そりゃそうですよね。でもちょっとの<や>伸びしろがあるってことですね。 そうなんですよだからこ今日のテーマは最後もうそろそろ多分時間としてあと10分ぐらいと思うんですけどいや5分でした <laughs> ああ失礼しましたあ,<ー>あのやっぱ金井さんにここは宣言してもらって1年締めスタートしてもらいたいと思うんですよなるほどこれ達成してやりますよとなるほど今の話と数字がこうなんとなく見えてきてるとか情報がう集まってそれを公表できるはい まあ表だって無理かもしれないけど、それの情報を仕入れることができるっていうことを今学んだんで、ちょっと今年、2024年、この番組がちゃんと続くかどうかは、ちょっとあれですけども、続くんだよね、2024年、分かんないですけど、まあ、4月からスタート、2023年4月スタートしたけども、まあ、1年もうすぐ終わろうとしてますと、まあ、来年ここの,このタイミングでまた上野さんに出ていただくとして、 やっぱ超えましょう。その、それだけで面白くない。<laughs> 枠広げてもらいましょう。枠広げよう。枠。で、僕らの後に、これ、まあ言っていいか、あれですけど、まあ言っていいか、同じ、だこの10時40分時、22時40分から23時まで、僕のいわゆる枠いただいてますが、その後に、銀シャリさんなんですね、僕の後。うん。 やっぱりそこと、うちのコラボレーションみたいなのもありちゃうかなとちょっと思ってきました、今どういや、それはそうでしょう、やっぱりね、あのトップパートナーでいらっしゃいますしね、はい。そうですね、西本工業さんですから、ちょっとまずは、その枠を広げるということと、やっぱ視聴者数っていうんですかね、どういう数字かわからないけど、それをやっぱり某、えー、クラブに勝つ。 どうすかコ,コラボですね。あの皆さん、視聴者さん、皆さん、あのー、覚えておいてください、あのー。来年それができなかったら、きっと金井さん、なんかしてくれますから。<laughs> なんかしましょう。これだから、来年もだから、順太、上野さんも、まあこう、いわゆる出るっていうことですね。あのー、皆さんが許していただきから、許していただけるとはもういくらでも出させていただきますけど、も。どんなチョイスやねんって感じですけど。どううこういうのはだから言うときの連帯責任やからな。あのー 皆さん視聴者の皆さん、僕は毎週この番組聞いて、金井さんにアドバイスしてますんで、なかなかよくならなかった僕の次だと思います。すいません。はい、お前で。これだから、ほんま海の親の上野さん、これでもさ、まあ、ちょっと残り3分ぐらいやけど、あの僕といろいろね、まあ、広報もあり、僕はその広報の部署にいないけども、このクラブをどうやっていろんなことを発信していくかっていう話を。 僕が社運会だったり、いろんなイベントの司会すること、ラジオやることについて、いろいろ相談乗ってもらってましたが、この南海放送さんとの番組を、いや、な内でちょっと行こうかってなったのは、俺、あんまちゃんと聞いたことないかもしれん。えそううん。あかんわ。<laughs> あかんわ。今後の期待も含めて、ちょっとその辺はちょっといい、もらえる あのしっかりと,、えー、と毎週聞か,せ聞かせてもらいますし、やっぱり今、金井さん宣言してもらったので、それに基づいてこう、やっぱりね、どんどん腕も上げてもらってね、来年の,この第1週の枠はもう予約しましたんで。予約 <laughs> ね、ほんま、その時ほんま、転職とかやめてな、また。また一から説明せなあかんから。わかりました、その時間ちょっと省くように頑張ります。可能性あるな、これ。 こうタッグ組んでラジオをこうやるってなったときは、なんかね、上田さんも今後、まあ、コミュニティラジオから、えーまあ、今回、なんか大さんのラジオをこうやらせていただいて、今後の僕の、なんていうか、ラジオでの飛躍かわからへんけど、それもちょっと期待してくれてるってことですよね、純太君は。いや、ラジオで終わっていいんですか次のレベ一個あるでしょで。ちょっとそろそろ、でもそういう意味では、ちゃんと数字取っていかへんと、 そのラジオの先はちょっと見えへんってことですよね。そうですよ。もう、いけるもっともっと広報スタッフに圧力をかけて。だから、本田っすよね、さっきから名前言ってんの。本田がとかるん度も、ね、どどど出ていきましょう。ほんまに。やっぱりじゃあ、今治を外から見て、やっぱりやれることとか、まあ、新たな知見がいろいろあるわけですね。 やっぱり、あのー、外から見ると、もっともっとこういうこともいいんじゃないかなと思いますけど、中にいたらそれは大変だというのも分かるので、もどかしい気持ちで SNS、YouTube 見てます。もうビール見ながら、えー、試合を見ていただいているのはあの、いろいろ知ってますが、ちょっと最後、ごめんなさい、あと25秒になってきましたので、一言メッセージいただいて、ラジオを締めたいと思います。お願いします。 はいあの新年一発目ということで、こんな僕でよかったのか分かりませんけれども、今年し、金井さんの目指す目標に達成に向けて、皆さんぜひ協力してあげてください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、元 fc マリりスタッフで、えー、東京横浜大学の先生、上野さんでした。ありがとうございました。さよなら。さよならのところで、続いてちょっとおまけ動画いきますわ。おまけ動画。え ちょっとやっぱり、執行役員を辞めた、辞めあ執行役員になれへんかったのは、やっぱり辞めて決めてですか辞めな決めてやっぱ、あのー、やりたいことが増えるとですね、組織も多くなりましたので、うん、やりたいことはもっともっと増えていくなと。うん、そうなると、やっぱり、あのー、組織が多くなると、組織の上に立たないとやっぱりいろいろやれないんですよね。うんね でやっぱり僕はそこはまだ任せられるほど技術実力もなかったですし、いやいや、あったけどね。やっぱり示すことができなかったので、うんこ、これじゃあちょっとこの中では僕は成長しきれないんじゃないかと。自分自身でもっと外に出て、成長して戻ってこいと言われるように頑張らなきゃいけないのかなと。思いまして、ステップアップしました。戻ってこいって言われてどうするのポジションによります <laughs> そうやな。え じゃあちょっと FC ママに期待することとかあります外から見たこの、えー、半年ちょっとぐらいあるのか ?10 ヶ月ぐらい ?8 ヶ月ぐらいなんか FC ママに期待することとか、もっとこうせろっていうのはさっきの広報周りのマーケティング周りみたいなところをお話してもらったんで、なんか全体期待することありますやっぱりね、<laughs> あの、組織は増えたと思うんですよ、た多分、うん 組織にいろんな人が増えたね。関わってくれる人も増えたと思うんですけど、今年一年、なんか、あんまり、こう、人が見えなかったかなと。ああ、なるほど。だなんか、新しい方がいらっしゃったかもしれませんし、<誰>あの、それはトップチームもそうだし、アカデミーのコーチもそうだと思いますし、レディースもそうだと思うんですけど、なんか、やっぱり、えっと、活躍している選手にフォーカスされたらすごくいいと思うんですけど、やっぱり、えっと、J3 という、 カテゴリーにいる以上、いろんな人がこう出て、いろんな人が注目されて、いろんな形で注目されるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思うので、なるほどそういう点の顔が見えなかったのがちょっと寂しい。寂しいなと思います。今僕だって多分、今もし事務所に行って知っている人が半分しかいなかったらすげえ悲しいです。まあ多分、まあ僕も本田さんも多分来たら無視すると思うんで、ほぼ知らない。 ことになると思うんですけど、半分どころじゃない。<laughs> 大丈夫です。あの別に金沢に会いに行くわけじゃないんで。なるほど。そういうのを期待な。今年あんまりできなかったところを、まあそれは本田さんがやりますね。金沢への期待は。そうです,です。うん。まあやっぱりあとトップチームが活躍することは何より。そんなこともみんな言ってるし、あ,あのレディースはあの昇格も決めましたし、悲願だったと思うんですよね。何回もチャレンジして。 まあそういったところもすごく、あの、活躍を見ますし、トップパートナーも、なんか、僕が辞めてからえらい勢いで増えていったな、イメージありますし、画像 <laughs> を見てたら、あの、トップパートナーの看板がもう埋まってて、さらに上にも埋まったりとかしてて、すごい勢いで成長してるな、というふうに思ったので、んなんか、そこはそれで多分成長してるんだろうな、というふうに思うので、やっぱ、今まではすごい魅力的だな、というふうに改めて思いますね。 ありがとうございますじゃあもう最後、あの金井への期待をさっきあのメディア周りのところ聞いたんで、他言いたいたことありますやっぱ金井さんに僕はずっと言ってることがありまして、うん、あの個人の成長を長さにもこういろん、自分自身の YouTube を作って、自分自身で成長していくっていうのはあると思うんですよね、こう動画で反響。毎回言われてるのはいはいはい、そうね。 それ、しかもね、去年の今頃同じタイミングでちょうど言ったんですよ。<laughs> これやったらいいと。そやな。でもね、1年経った今でも毎週のようにミーティングされてるらしいんですよ。やってんねでもね、出ない。マジで進んでないわ。これに期待します。ね、来年こそは YouTube 解説、タイトルはわかりませんけど、花井良一の、なんちゃらなんちゃら。ま、うん、あ、わかんないですけど。それの、 個人候補をやってくれるわけですね。あ<の><え>お金になるようだったありますけど、ちょっと待ってくださいね。<laughs> あい無理っす。無理、無理、無理。安い、安い、安い。安いです、ね。今日、本当、新年一発目で南海放送されたのこのもじゃもじゃ家内のわちゃわちゃラジオの海の親である上野さんに出ていただいて、今年1年の、まあ、いわゆる f マ周りへの期待、そして家内への期待。 上野さんはどんな1年したいとか、最後一言と言もらって終わりましょうか。どんな一年しますか今年はですね、2年目の教員生活2年目となりますので、えー、たくさんの学生をあのおくあの、まあ、受け入れなければいけないゼミ生を持つらしいんですよ<ー>。わかりますゼミ。いや、分かるわ。大学卒業したんね、こっちは。そのゼミでね、しっかりとあの今治がどれだけよ <laughs> かったのか。うんうん そして今もすごい成長してるんだよっていうのを込めて、ゼミ生を今まで連れていけたらいいなと思いますね。いろいろなんかスポーツマーケティングの方も、手広く今までのつながりでやられてるみたいなんで、また今治に来るのを楽しみに待ってますし、このラジオを聴きの皆さん、YouTube をご覧の皆さんに、上野、あいつ偉そうなこと言ってたなと締められるぐらい、まあ、認知されてるかなと思うので、引き続き、今年1年間、 よろしくお願いします。本日のゲストは改めまして、上野潤太さんでした。ありがとうございました。ごこ,こそありがとうございました。